今回の絵は白鳥の湖のにちなんだ絵を描いたので、その絵をここに展示しようと考えてまして、白鳥の湖のイメージで描きました。白鳥と黒鳥ってこう相対する存在を描きたくて、それで描いたものなんですけれども、こっちの絵の場合は白鳥が中央にいるんですけれども、水面の水の中に黒鳥がいるように描いています。ちょっとよく見ないとわからないような、よく見たら顔になってるような感じなんですけれども、バレエの場合はポテトとオディール、白鳥と黒鳥は同一人物が踊るんですけれども、なんかそういう人間の二面性みたいなものも表現したくて描いています。この絵の場合その世界観をイメージして今回のライブペインティングは